はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、シバドラゴン降臨やっていこう。でまたシバドラの動画出すのって感じだけど、まあこれスタミナ3分の1で遊べるんで、まあかなり美味しいかなと思ってる。で今日の編成組んできた。今日の編成、シバドラ2枚編成ですね。まあかなりこれまあ結構安定するかなと思ってる。で俺のチャンネル、純蔵チャンネルで、シバドラ2体編成の動画まだ出してなかったんで、ちょっと出していこう。で結構シバドラ降臨の編成の動画出してるんだけど、まあこれが一番安定するし一番組みやすいかなと思ってるわ。で超転生シバ、激減が強いと。でこれですね、豪山攻め王。この豪山攻め王が強いね。まあ超覚醒7強にしてますね。7強にしておこう。でここの代用はですね、 L 字追加攻撃持ってるキャラだったらいいかもしんない。でまあちょっとめちゃくちゃいいキャラがいて、イシスがこの回復 L 字持っていて追加攻撃持ってるキャラなんで、まあ、これ共存してるんで、まあ代用効くかなと思ってるし、であとこの3ターンのこの少し軽減、この少し軽減がかなり強い。まあ、3ターンに1回打てるんで、かなりまあどこかしらで使えるっていう感じがすごい強いと。で、まあ、今日はこの豪山で使っていこう。豪山でもこれなかなか強くて、まずこのちょっと説明が難しいんだけど、ボスのシバドラが95% 盾張ってくるんだけど、そこでもゴリ押して、火力でゴリ押して倒すっていう戦法なんだけど、ちょっとこの豪山勢のところが若干この非属性以外のキャラだったら、もしかしたらその 95% 盾の時にちょっと火力不足で、まあ、ゲームオーバーになっちゃうっていう可能性が、まあ、なくはないんで、この豪山勢、まあ、やってみたら分かるけど、この豪山勢はがいいですね。豪山勢が一番いいと思ってるわ。で体力キラー振ってますね。この体力キラーはシバドラで刺していくんでっていう感じ。まあ、4突がいいかな、一番安定するかな。でフレンサブね、サブジョナサンですね、7強にして上限解放振って体力キラー、まあ、この体力キラーもシバドラで刺さるんで持ってきました。で、1体目シバドラ超消しにしてダメージ吸収貫通。このダメージ吸収貫通がないとクリシュナでダメージ吸収で引っかかるんで、まあ、これが必要かな。で悪魔キラーを振ってますと。悪魔キラー振った方が安定しますね、火力安定する。で2体目超消しにしてダメージ吸収貫通。で遅延はもう本当にこのダンジョン全くいらないんで、まあ、スキル遅延耐性っていうよりかは悪魔キラーがいいと思ってるわ。でフレンドがヘパイストスドラゴン、よしやっていこう。でまず1回ですね、1回はジョナサンのとこ、ジョナサンを打っていこう。でもう本当にこれスキルポチポチするだけで倒せるね。でこのルーレットがさ、上段横2列にルーレットが来ると、まあ割かし事故りやすいから若干事故りやすさあるんで、ルーレットめっちゃ速いんで、ヒドロップが飲み込まれちゃう時あるんで、そこだけ注意かな。でイチゴドラゴン、これはシバドラ打っていこう。シバドラを打ってで追撃を組んでいく。いや回復のこれ組んでって、こことかに組んでいくか。こんなんでいいかな。 OK、 こんなんで、まあずらしていこうというか超消ししていこう。つなぎ消しして倒すと OK で追撃ドーンと。いいね。で次が3回ですね。3回は大徳明王ね。大徳明王はもう本当にシバドラ打って、シバドラをずらしてシバドラ進化させて、でここで闇 L 字が必要かな。ここで L 字組めないと若干きついかな、ちょっと若干きつさはあるかなと思ってる。OK かな、これでいいや。ちょっと危ないかな、ちょっとギリだったで倒していいね。この L 字を組まないと、まあ、次の盤面でロックガッシャンコなっちゃうんでっていう。でこのクリシュナも、でもうこのパズルさえ縦生成、縦の追撃組んだのと、シバドラ闇の L 字したら、もうあとはずらすだけあとずらすだけで倒せるかな。で5回ですね。5回が、パールバティ、パールバティはジョアさん打ってこう。無効貫通、無効張ってくるんでジョアさん打ってこう。
で、 できればこっからこの次か、この次からできれば回復したい。できれば回復ですね。回復に徹底しておこうって感じ。でここで8万ぐらい飛んでくるんだよね。それがちょっとまあ厄介かなと思ってるんで、これが痛いねめっちゃ痛いんで、シバドラ打って、で、まあ、これは11コンボかな。これでいいか、 OK。 これでまあ11コンボプラス回復もできればいいね。できれば回復しておいた方がいいかな。で回復してで倒せます。 OK。 で6回ですね。ボスか、ボスですね。ボスはもう、ボスもずらすだけか、ずらすだけで倒せるかな。でこれはまずここの発狂を耐えないといけない。この7倍かな、7倍エンハンスの発狂耐えないといけないんで、芝打って芝打って、で芝ドラ打って、芝ドラ打って、でここはちょっと縦にこうやっていく感じで、あと回復も欲しいかな。若干回復とかもやっといた方がいいかもしれない。これでまあ分割、火の2分割、火2分割で 70% 平均を張って、 70% 平均と激減で耐えていくって感じかな。 OK。 でここで芝ドラ溜まってねえじゃん、ブックオフの日本ねえじゃんってなるけど、ヘパイストスでインターンチャージできると。 OK。 これ打って、でここはちょっと分割がいいかな。こんな感じで、まあ、おそらくヘパイストスが非生成めっちゃしてくれるんで分割できると思うし、まあ、そこは大丈夫かな。でここは 95% 来ました。来るかな、来るね。ここでちょっとさ、俺ここでさ、そう、この盤面で行くメリットがあるのと、これを使うメリットどっちもあるんで、ちょっとどうしようかね、これ。これ 15% 分ダメージ打てば多分倒せるわ。だけどまあ打つか、ごめん、ちょっと打ってみていい、打った方の世界戦のちょっとやっと動画にしていこう。でこれ、この上盤面に火が3つ、まあ歩くよねあるよね、さすがに。この3かけるこのここ、3、この18個の中に3個火があれば勝ち3個火があれば勝ちって感じかな。これでいいですね。これでまあ分割してって感じやな。うん、これでまあ倒せるよね、倒せると思う。いける、いいねいやこれめちゃくちゃ安定するわ、正直めっちゃ安定しそう。 OK。 シバドラ俺奇跡なんて5体持ってる。やべ、待って、武器作ろうかな。で一応これで編成、こっちで見ようかな、こっち見ようか。まあ、こんな編成でも、まあ、クリアできましたという感じですね。まあ普通に本当にこれが強いこのゴーザンゼがミソキャラ、キーキャラ、キーパーソンかなと思ってるわ。これが本当に火力出してくれるのと、まあ、15% 分ダメージがあって、この 95% 縦の時の、ゲージをすぐ削れるかなと思ってるわ。よし、ちょっと今日はこれで終わろうか。よし、もしよければチャンネル登録、高評価の一つに。